大きく膨らむ夢、夢、夢。積水ハウス。ちかこちゃんがいますね。まあ、ようこちゃんもいるんですね、ここね。うん。大きく膨らんでしまったんでしょうね、債権が。まあ、出ましたバンテーヌのどうやら債権が、積水ハウスの役になっちゃったんですね。陽子ちゃんと、千秋ちゃんが。どうしてなったのか。これです。アクセサリーショップを、まあ、ネット販売としてダミー会社としてあり、そして、この、バンテーヌさんは、例のごとく、ドローンっていうものがございます。まあ、ドローンなんですが、このドローンは、ドローンは、まあ、このように、まあ、今、ウクライナの侵攻だって言って、それがいきなりドローンの話をしたら停戦だって言ってますよね。このバンテーヌが、大阪屋、バーンのあの、バンですね。バンテーヌさん。なんかボケますね、これね。大阪屋。